チャス。はい、今日は、本日のスタイリング紹介ということで、やっていこうと思います。はい、まあこれがね、僕の初投稿ということで、まあちょっとあんまりね、喋りとかも慣れてないんで、まあね、だいぶチープな動画になっちゃうと思うんですけど、まあその辺は、皆さんのね、温かい心で、どうか見ていただけると、嬉しいかなと思います。はい、はい、今日の全体トータルの感じはこんな感じです。見えます、見えるか分かんないですけど、はい、はいはいはい、こんな感じになっています。はい、まあね、今日はね、ちょっとね、ド派手に行こうって気分だったんで、こんな感じです。はい、ちょっとね、上からじゃあアイテムを、ね、紹介しようかなと思うんですけど、はい、まずこのニット帽、ニット帽は、J バルビンと、村上隆のコラボのニット帽になります。はい、これはお値段はだいたい6000円ちょっとだったと思います。で、まあ結構僕頭が、だいぶでかいのがね、ちょっとねコンプレックスだったりするんですけど、まあ、その中でもね、結構高さもあるので、こう耳まで、全然ね頭のでかい僕でも耳までねかぶれてね、結構ね、重宝できるアイテムですね。ちょっと夏とかはね、ちょっと分厚いんで、まあ、ちょっとつけれないかなと思うんですけど、はい、このね、お花のね、まあ、これ刺繍になってます。刺繍がだいぶ可愛い味を出してるんじゃないかなと、思います。はい、はい、次はもうなんといっても、こちらですね。もう今回の主役は、こちらです。こちらのファージャケットは、ダブレットの、去年かな、2020年秋冬のアイテムになります。はい、こんな感じです。はい、でこれ買ったところはヌビアンで、オンラインでね、購入しました。サイズは573センチで M サイズ着てます。はい、まあ、本当はルックを見た時にこのピンク の, ファージャケットを着てる女女性の方がいるんですけど、結構だいぶオーバーサイズで着てて、カラーも結構濃いね、メタリックピンクみたいな感じだったんで、僕もそんな風に大きく着たいなと思って、まあ、結構大きいサイズをねちょっとゲットしようかと思ってたんですけど、なかなか XL 展開あるのか分かんないですけど、 XL とか L とか、っていうのがあんまり、ちょっと見つからなくて、結局 M を買いました。まあサイズも、ダブレットの M サイズはこんな感じで、ルックほど大きくないので、まあいいとしましょう。はい、で、このダブレットも、同じシーズンで、ブラックとイエローとピンクの3種類、3価が出てます。で、ブラックは、東京の、東京タワーのペイントがされてて、イエローはちょっとあんま覚えてないんですけど、まあ、インドかな、インドのタージマハルだったかわかんないんですけど、のペイントがされてます。で、まあ、このピンクはフランスのエッフェル塔のペイントがされてます。で、下にね、書いてある文字は、ペインティングっていう、日本語で言うとペインティングっていう文字を、まあ、各国の言葉で表現した文字になっています。はい。で、まあ、ダブレットのファージャケット、定番だとは思うんですけど、まあ、やっぱり技術が素晴らしくて、京都で、職人さんが一点一点、ハンドメイドで、作っている、サンドメイドでペイントしている、そうですね。はい、でこの、伝わるか
からないんですけど、このペイント、ペイントなんですけど、まあ、通常のね、あのファージャケットのペイントだったら、まあ、ほぼほぼね、プリントだと思うんですけど、プリントの場合は、まあ、あのファージャケットの場合、大体はこの毛のね、表面にしか、プリントが乗らない作りになるので、なんかこう風がね、当たった時に、根元のプリント、根元のまあペイントか、根元のあの文字だったり色っていうのがあんま出にくくて、プリントが表面だけに乗っちゃって、うん、ちょっとね、残念な感じになるのがほとんどだと思うんですけど、これはね、ブラシで根元まで、ブラシでペイントされているので、風とかでね、毛がね、こうあったとき、こう倒れちゃったときでも、ちゃんとこう根元からペイントされているので、まあ、それがない、しっかりペイントが左右まで行き渡ってるっていうのが、ね、これがまあ、一つ一つハンドメイドで作るところのいいことかな、いい点かなと、はい、思います。いいよね、もうだいぶ目立ちますよ。いいね。はい。で、次は、こちらね、ネックレスになるんですけど、こちらは、ミニマルの、ネックレスになります。これ、お値段確か4000円ぐらいだったと思います。はい。で、次、はい、こちら、インナーが、ファームエンジェルスの、こちらは、2019年か18年ぐらいの SS あたりに、購入したものになります。まあ、お決まり、まあ、定番のアイテムなんですけど、まあ、この辺ちょっとね、ハモックネックになってて、首にプリント、パームエンジェルスのプリントと、こちらですね。アーチロゴ、大きくパームエンジェルスと書いてあります。はい、これ今年、まあ、去年か、2020年のモデルは、このプリントが結構立体的になってるそうなんですけど、それもね、僕は梨の買ったんですけど、今着てるのは2018か19年のものということで、ネクタイ感になって、プリントになってます。はい。やっぱりサイズ感がすごく良くて、ファームエンジェルスは。大きすぎず、オーバードデカすぎず、小さすぎず、ほんとちょうどいいオーバーサイジングのが、ちょうどいいサイジングなんで、丈感も結構割と理想の丈感。なおかつ、このね、身幅も結構広いので、だいぶまあ、ボックス型のシルエットで、最近まあ、オーバーサイズで着ようと思ってサイズ上げたら、身幅が大きくするじゃないですか。で、ちょうど、身幅ちょうどいいな。でも、丈がね、逆にこう長すぎるとか、そうなっちゃうときあると思うんですけど、これはね、僕 M サイズ着て、これだけのね、サイズなんかね、すごく使い勝手がいいんですよ。これは夏とかでも全然薄いんで着れるので、名前を持っててもいいのかなと思います。はい。じゃあ、まあお値段は税込みで3万7000円ぐらいかな。はい。はい、次は、パンツです。パンツは、これはフリークスストアかな。ペイズリーパンツですね。はい。シェフパンツになります。去年ね、めちゃくちゃこうね、クックマンと流行って、ね、僕もペイズリーは可愛いなと思って買いました。はい、いいですよね。で、値段はね、ZOZO タウンのセールでね、4000円ぐらいだったかなで買いました。めちゃめちゃ安かったです。これサイズ M の、M 着てます。はい。で、次。はい、次は、ブーツですね。ブーツは、エイティーズの、ブレードというブーツになります。普段スニーカーが多いんでブーツあんま履かないんですけど、1点ちょっと持ってきたいなと思って、買いました。はい、値段は5万ぐらいでした。で、このエイティーズのね、このブレードのいいところなんですけど、見ての通り、まあ、先がスクエアな形になってるんですけど、ちょっとギミックがいろいろありまして、もうね、サイドのね、
タルパーツがめちゃくちゃかっこいいですよ。はい、だいぶまあ皮もね硬いのでちょっとね慣れるまで時間かかるんですけど、やっぱねかっこよさも分かったので買いました。ソールボケット、まあ、1個難点があるとすれば、これ履くときにね、だいぶあのここがね硬くてかかとが詰まっちゃうので、まあ、履くのはちょっと手間がねかかるっていう、ちょっとだが履くのがちょっとね面倒っていうのが1個ね、あのちょっと難点かなと思います。はい、でまあこれなんでねこのパンツを合わせたかというと、まあ、普通ねこうオーバーサイズのジャケットに対して普通のそのバランスを考えたら、やっぱ上が大きいんで結構スキニーとか細めのスリムのパンツを選ぶ方が多いと思うんですけど、そこをあえてこうダボついたシェフパンツをプラスすることによって、よりねちょっとストリート感を出しているといった感じになります。うん、だけどまあスニーカーを選ぶとこう裾のところも広がっちゃうんで、そこはこうブーツインして締めていく、足元はスッキリ、どこかこうストリートだけどちょっとミリタリーさもね足元で感じてることができるコーデなんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか。うん、まあね初めてのね動画撮影ってことで結構緊張してるんですけど、こんな感じです。はい、エビはねリング紹介してないですね。リングは、ガルニのものです。はい、うん、こちらですね、これずっとつけてます。はい、こんな感じでね、まあどういうジャンルを投稿しようとか思ってるとか、ジャンルとかはあんまり考えてないんですけど、僕の日常をね紹介していけたらなと思ってます。はいはい、一応ね、僕のインスタグラムも下のね概要欄に、貼っておきますので、よろしければ、フォローの方をお願いいたします。はい、チャンネル登録もねもうお待ちしてますので、よろしければ登録の方を